それでは定刻になりましたので、第2回計算科学技術特論 C を始めさせていただきたいと思います。今週も前回に引き続いて、講師東堂先生をお招きしております。それでは東堂先生、お願いします。はい、よろしくお願いします。それでは今日はアルプスという下大問題にということで、先週に引き続きアルプスの話、あるいはそれに関連した話をさせていただくこれが先週のプログラムですけれども、目次ですけれども、先週は、まずはアルプスがどういうものか、どういう目的で、どういうふうなことができるようなものを作ったか、それから後半で、アルプス、そういうアルプスを設計するにあたって、どういうテクニックが使われているか、あるいは入出力はどうしているか、それからアルプスの階層構造がどうなっているかというような話をしました。で、今日はですね、続きとして、今度はアルプスを、チームで開発しているわけですけれども、どういう開発体制で開発しているか、あるいはライセンスがどうなっているか、それからオープンソースのツールをいろいろ利用してますけれども、どういうツールをどういうふうに利用しているかということについて紹介したいと思います。で、後半では、アルプスを少し離れて、もっと一般的な話になると思いますけれども、アプリケーション普及のためにどういうことを考えなきゃいけないのか、それから、CMSI として私が関わっていることを一つ紹介したいんですけど、マテリアップス、あるいはマテリアップスライブということを通じて、公開と普及にどういうふうに役立てることができるか、そういうお話をしたいと思います。それで前回のまず簡単に復習したいと思いますが、アルプスで目指したのは、いろいろな、量子格子模型のアルゴリズムがあるわけですが、任意の格子に関して任意のハミルトニアンをいろいろな開放で扱うことができるような、そういうシミュレーションのフレームワークを作りたい。すべてのアプリケーションに共通の入出力形式や、一般的な汎用的な出力形式、そういうことができるかと、そういうことが可能かという、ある種のチャレンジというか、それを目指して開発したんです。それでそれを実現するために、単にアプリケーション1個書くだけじゃなくて、下から階層構造ですね、いろんなレベルのライブラリーをまず整備して、それから、量子格子模型特有のライブラリーを整備した上で、そういうふうなんとかツールを整備しました。で、これを使うことによって、こういうワークフロー、パラメーターの XML ファイルと、あとはラティスも XML で指定できます。それからモデル、ハミルトニアン自体も XML で指定できます。そういうインプットを使っていろいろなシミュレーターが実行できる、そういう仕組みを作りました。それで、この仕組み自体はですね、別にアルプスだけのためではなくて、例えばアルプスのライブラリーをそのユーザーが自分のプログラムを書くために使うということもできます。で、例えばアルプスのライブラリーフレームワークを使うとどういう利点があるかというと、例えばモンテカルだとエラーバーであるとか、自己相関時間の自動計算、相関のある量のエラーバーの計算、あるいは非線形な量のエラーバーの計算というのは、例えばジャックナイフであるとか、そういうテクニックを使わないといけないわけですけれども、それが自動的にできるという、あるいは、パラメーター並列みたいなことをやるときに、その自動的にパラメーターで並列してくれたり、そのロードバランシングですね、すべてのモードをできるだけ均等に使うようなことができる、そういうスケジュールがある。あるいは、スパコンとか使うと、何て言うんですか、ジョブの実行制限とか、時間制限があります。1時間だったり24時間だったりするわけですが、その時間が来たら自動的にこうチェックポイントを作成して、またその次のジョブで新たに読み込んで続きを行う、そういうチェックポイントリスタートの機能にする。あるいはその XML や HDF5 それが使われます。あるいは、パラメーター、シミュレーションの入力パラメーターがあるわけですけれども、例えばそこでなんか数式処理になることができるだとか、あるいは乱数、それから、その格子、量子模型であると格子運転、格子であったり量子波形になる、そういうものが簡単に扱えるようになる。いろいろなアプリケーションでそれぞれ必要なものが違うと思いますけれども、必要なものをうまく組み合わせて作ることによって、
パーネルだけうまく自分で書くことで、スパコン、PC からスパコンまでシームレスなアプリケーションが比較的いるんですけど、まあ、それがアルプスライブラリフレームワークを使うというものになります。実は、アルプスの中にですね、チュートリアルがいろいろ用意されているんですけど、そのうちの一つとして、その個人のアプリケーション、アルプスと関係ないアプリケーションをいかにアルプス化するか、アルプスサイズですか、アルプス化するかというようなチュートリアルも用意しています。それでは、今日はまず、アルプスどういう感じで実行するか、まあ、そんなに面白くはないですけど、まあ、雰囲気だけつかめるかなと思います。で、これ、実際アルプスのチュートリアルだとか、先週の紹介したリフォームフリー学会社の記事、あるいは、ウェブに用意していますけれども、CMSI で、デイアップスライブのハンズオンというのがありますけれども、まあ、そのあたり見ると、いろいろな実行例が載っていますので、まあ、興味ある人はさらにそちらを見ていただければと思います。実際、すいません。はい。少しちょっと音が聞こえにくいんですけれども。声。いや、どこかの会場もしかしたら、すいません、これでどうですか、すいません、大丈夫、あ、すごく聞きやすくなりました。すいません、なんかマイクがうまく入ってなかったです、すいませんでした。今は、スライドで言うと、8枚目ですかね、アルプスの実行のデモをやってみたいと思います。今フォルダーに、いろんなパラメータファイル準備されています。ここでは例えばこのチェインというのを見てやると、まあ、格子としてチェーンになって一次元の鎖ですね。モデルとしてスピン模型。で、L っていうのはチェーンの長さですね。J っていうのは相互作用の、強さ、パラメーターです。それから温度 0.5 と。で、まあ、今モンテカウルやるので、そのモンテカウルステップと、その、熱平衡化のためのサーマリゼーションステップと。まあ、これが共通パラメーターです。で、下の方に、まあ、H が 0.0 から、まあ、ずっと 2.5 まで、これは磁場ですね、磁場をこういうふうにかけますと。で、これ XML じゃないんですけれども、これを XML に変換するツールがあります。はい、そうするとですね、XML ファイルがいっぱいできるんですが、例えばタスク1とかって見ると、この中に、まあ、先ほどのパラメーターがですね、XML の形に変換されたようなものが入っていると。それから今ラティスとかモデルとかっていうのは、あらかじめアルプスの中で定義されているラティスを使ってますので、自分ではその用意する必要がありません。これを特殊なラティスであるとか特殊な模型をやりたいときは、まあ、先週紹介したような方法で自分で XML で定義すればいいということです。で、これを実行します。実行方法はここにちょっと書いてありますが、まあ、こんな感じでやります。MPI RAM、RAM、MPI。ここでは、ディレクティッドループ SSEQMC というのを使います。いくつか必要なオプションがありますけれども、まあ、こういう感じで渡して走らせると、そうすると自動的にですね、今4プロセス4コアですね、4コアでどんどん先ほどのパラメータを端からやってます。で、これずっとやってると、まあ、2、3分で終わると思いますけれども、待つのあれなので、普通の料理番組と一緒で出来上がったのがここにあります。はい、チェーンに関してやったのと、もう一つラダーというパラメータ、これはどこが違うかというと、ラティスのところはラダー、はしごになってるだけです。まあ、それで同じようなシミュレーションをやります。それで、全部終わると、こういう XML ファイルであるとか H5、 これ HDF5 のファイルですね、まあ、そういうものがたくさんできます。で、これを、プロットしたいわけですけれども、 Python の、ライブラリがありまして、 PyAlps というのがあります。それをインポートして、それから、まあ、この辺は、ファイルからメジャメンツ、測定結果を読み込んでくると。特にマグネタイゼーションデンシティ、地下密度というのを読み込んでいます。で、その後でコレクト XY というコマンドを使って、関数を使って横軸を磁場、エクソ磁場、縦軸をマグネタイゼーションデンシティ、それで、ラティスごと、ラティスのタイプごとに別の線にしますと。まあ、あとはプロットしたり、ラベルつけたりということですね。こういう Python スクリプトを実行します。ちょっと X が立ち上がるまで時間かかる。はい、こういう感じですね。横軸が磁場で縦軸が磁化と。
でこれチェーンとラダーで何が違うかというと、まあ、スピン系のことをご存知の方多いと思いますけれども、ラダーの場合、黒の場合にはちゃんとスピンギャップがあって、その磁場をかけてもすぐ磁場は出てこないと、こういう有限のスピンギャップがあります。一方で、チェーンの場合には、まあ、ギャップレスなのでこうリニアに、ほぼリニアに立ち上がると、まあ、こういうシミュレーションができると。戻ってみると、はい、先ほどのチェーンっていうのはもう終わってますね。同じようなことをラダーに関してやると今の図が書けますというようなことをやると、はい、今量子モンテカルの計算をやりましたけれども、他にもまあ対角化であるとか、まあ、そういうものに関しても同じようなことができます。だいたい流れとしてはこういう感じですね、はい、それで、はい、まあ、これがアルプスの、まあ、使い方です。まあ、同じような使い方がスパコンでもできますし、まあ、今はこれあの Mac の上でやりましたけれども、 Linux の上であるとか、まあ、いろんなところで同じような使い方ができます。はい、それであの次の話題に、今日の本題に移りたいと思いますけれども、前半ではアルプスの開発体制ということで、まあ、開発体制、開発チームの全体像と、それからどういう、まあ、ツールであるとか仕組みを使って、開発を行っているかということについて、紹介したいと思います。でアルプス、先ほど紹介したものもすでに公開してあるわけですが、まあ、今後というか今後 の発展系というかとして、例えば、まあ、いろんな展開が考えられるわけですね。まあ、情報展開、下方展開という言い方を、まあ、できると思いますけれども、情報展開としてはそれぞれのライブラリアプリケーションの大規模化であるとか、高性能化であるとか、並列化であるとか、まあ、それ、その例えばまあ、ナノ統合とか経営コンピューターへと戦略プロジェクトでやっているその量子モンテカルの高度化であるとか、まあ、他の例えば、対角化の高度化、並列化であるとか、まあ、そういうものが考えられると。それからまあスケジューラーに関しても、まあ、ハイブリッド多重並列化と MPI と OpenMP によるハイブリッド並列化というものを、まあ、一応作ってありますけれども、それを高度化していくと。あるいは、先ほどのフレームワークという話がありましたけれども、 C++ だけではなくてフォートランや C から使えるような API を作ると、それを整備していくと、というようなことを進めています。それからまあ下方展開、裾野を広げるという話では、まあ、元々のアルプスの目的だった実験家、あるいはまあ計算科学の専門家ではないような理論家の方により使いやすく幅広く使ってもらえるようにいろいろ工夫をしていきたいと、まあ、例えば Windows や Macintosh、 Mac 用 そのバイナリーインストーラーですね、まあ、そういうものがあると非常に使いやすいだろうと。それからまあ他にも後で紹介しますマテリアプスライブであるとか、あるいはもう少しこうグラフィカルにいろいろなことが進められるということで、いくつか紹介しますけれども、これがバイナリーインストーラーですね。普通の何ですか、Windows のフリーソフトとかをこうダウンロードしてくると、セットアップエグゼというのが大体ついていて、それをダブルクリックするとこういうインストーラーが立ち上がりますね。はい、Mac でも大体同じで、なんとか .dmg ですかとかっていうファイルをまあ、ダブルクリックしてその中にインストーラーが入っていると、まあ、そういうようなフリーソフトが多いと思いますが、まあ、Alps もまあそれと同じような仕組みで、インストールできるようになっています。でこういうインストーラーを作る方法、Unix しか使ったことない人にはそれほどトリビアルなことじゃないんですけれども、それについては後で少し紹介します。それからワークフロー履歴管理システムとの統合というので、まあこういう、まあ、試みもやっています。これ何の図かというと、ビストレイルズっていう履歴管理システム、プロベナンスシステムというのがフリーのソフトウェアがあります。これはアメリカで開発されているものなんですけど、これは何かというと基本的には可視化、例えばパラビューであるとか、パラビュー使ったことがある方も多いと思いますけれども、パラビューとか AVS とかだと可視化っていうのはそのなんかモジュールみたいなのをこう線でつないで、アウトプットからインプットでこうどんどんつないでいくことによっていろんなフィルターをかませて、それで最終的な図を作るとということがよく行われますけれども、まあそういうグラフィカルにやってると、その一つの大きな問題は
こういろいろとトライアンドエラーするんですが、その履歴が残らないと、うまい絵ができた時に、ここを少し変えたいって言ってこう戻った時にまた元に戻ることができないとか、まあそういう問題があります。そういうのをうまくやる方法として、まあ、履歴管理システムと、まあ、行った操作が全部残ってると、こうツリー状に全部残ってるような仕組みっていうのが、まあ、いろいろありまして、このビストレイルズっていうのもそういうソフトウェアなんですけど、ここでやったのはアルプスの例えばパラメータを作るであるとかシミュレーションをする、あるいはその後に Python で処理をして図を書くと、そういうようなものを全部それぞれの、そのここでいうこの四角、緑の四角がありますが、こういうモジュールのようなものとして、まあ、Python で作ると。でそれを使うと、まあ、パラメータを生成してそこからシミュレーターにそのパラメータを渡してとかいうのが、こういう線でつないだ、黒い線でつないだようなものでこうグラフィカルに表せるわけですね。でシミュレーション全体のその構造というか行ったことっていうのを全部取っておくことができるということで、まあこれを使うと、記録が自動的に残せるということで、まあ便利であろうということで、まあこういうことも試みています。まあこれはまだそれほど本格的には使われてませんけれども、こういうのが将来的にはどんどん必要になっていくのではないかというふうに考えています。まあこういういろんなことを、少しずつトライしながら全体的に使いやすいものを作ろうとしてますが、まあ公開ソフトを実際公開する、あるいは使ってもらうためには、まあ単にソースコードを書くだけじゃダメなわけですね。ソースコードを作ってウェブページに置くだけではやっぱりダメですね。はい、揃えなければいけないもの、最低限揃えなければいけないものっていうのがやっぱりあって、例えば、ビルドシステム、単にフォートランとか C の、プログラム、ソースコードが1個だけあるというのであればビルド簡単なんですけれども、例えばいろんなライブラリーに依存してるとか、いろんな複雑な依存関係がある、それから、まあ、いろんなツールを同時に作る、同時に作って利用するとか、まあ、そういう場合にはやっぱりビルドシステムっていうのが必要です。それから、まあ、みんなに使ってもらうプログラムっていうのはやはりこう、きちんと一通り、最低限のことが全部テストされてなきゃいけないので、テストスイートを揃えておく必要があると。で、まあ、ちゃんとテストを実行して問題がないということを確認して公開するようなことが必要。それから、まあ、使ってもらうためには一番大事なのはドキュメントよりチュートリアルですね。実例がいっぱいあるっていうのが一番大事だと思います。それからまあそういうものを載せたウェブページ、あるいはまあそれ以外の情報を載せたようなもの。それからまあユーザーから直接メールであるとか、まあそういうものでサポートの依頼が来ます。質問が来ます。それに対してどうやって答えるかという仕組み。それからまあライセンスをきちんとしておかないと、まあ公開する方も使う方もまあ不安であると。安心して使えないということがあるわけですね。ライセンス。それからまあもちろんアプリの名前を考えなきゃいけないし、まあロゴも必要でしょうし、まあチュートリアル以上のチュートリアルやこのビルドの方法以外のドキュメント、例えば API、ライブラリの API であるとか、まあそういうもの、パラメーターの詳細であるとか、そういうドキュメントも必要です。それからまあ実際に講習会を、行って、まあユーザーをその啓蒙するとか教育すると、学んでもらうという、まあそういう講習会の資料を作ったり、まあ、そういう環境を用意したりと、まあ、そういうようなこと、まあ、これら一連のことが、必要になるわけですね。それで、まあ、これについて少し説明していきますけれども、アルプスについてちょっと事例を紹介します。アルプスプロジェクトの規模っていうのがどれぐらいか、アルプス作り始めて13年ぐらい経つわけですけれども、開発者正確に数えたことはありませんが、多分30人ぐらいです。で7カ国、まあ、日本、スイス、ドイツ、それからまあフランスとか、それからアメリカ合衆国であるとか、確か7カ国ぐらいだと、オーストラリアとかですね。で、まあ、実際のコアなライブラリーを書いた人間っていうのは、まあ、4、5人です。それからアプリケーションは、まあ、そのコアメンバーが書いたものもありますし、他の、まあ、他の人が作ってたものをアルプスに乗っけたという例もあります。でまあ、いろんな関わり方がありますけれども、それからまあデバッグに関わった人、それから機能拡張に関わった人、全部合わせてまあ大体30というのがアクティブな開発者の数だと思います。それで、ソースコードの行数をとりあえず書いてみました。それでこの右上のオレンジのは、ビル・ゲイツの多分有名な言葉で、
プログラムの、まあ、プログレスですか、進行状況を行数で数えるのは、なんかその飛行機を作るのにその重さでどれぐらいできたか測るようなものだと、まあ、ストゥーピッドだと言ってるわけですね。だからなんか長ければいいとか、ラインが大きければ、長ければいいとか、飛行機が重ければいいっていうのは全く意味がないことで、だからまあここでは、30万行ぐらいありますけれども、別に30万行だから偉いとか悪いとかっていう話をしたいわけじゃないんですが、まあこれぐらいのものをとりあえず作ったりメンテしたりしてます。それでいくつか見てほしいのは、ライブラリーとアプリケーションとそれ以外のエグザンプル、チュートリアル、テストというふうに分けて書いてます。それぞれ C だったり、フォートランだったり、Python だったりするんですが、まあ、アプリケーションよりもライブラリーの方が大きいと、ということが分かります。すなわち、まあ、アプリを作るだけではなくて、全体のフレームワークとして、ライブラリーというのを設計して、それを下からちゃんと、まあ、階層構造で作っていくと。そういうふうにやると、必然的にライブラリーっていうのが大きくなりますね。というのが一つ。まあ、それがアルプスの、まあ、ポリシーっていうか、こう、設計思想でもあるわけです。それからもう一つは、サンプルとか、チュートリアル、テストの行数もそれなりにあると。まだこれでも足りないと思いますけれども、まあ、ライブラリやアプリケーションに比べて、まあ、それなりの割合があるわけですね。だから、はい。だから、まあ、実際公開ソフトとして、まあ、ある程度信頼できるもの。を出すためにはサンプルとかチュートリアルがそれなりの量必要で、まあそれも頑張って作っていますということです。でちなみに何でしたっけ、 Windows は1億行あるそうで、 Windows です OS のソースコードって1億行あるそうで、まあマイクロソフトの人にこういうことを言われたくないなというのがまあ正直なところですけど、まあはい、ということです。それでこれをどういうふうに開発していくかと、まあ、これぐらいのソースコードの規模になったり、まあ、開発の人数も大きくなってくると、今までの方法では破綻します。今までの方法っていうのは、まあ、誰かがソースコード管理していて、まあ、一人がこう、パッチ当てたりするとか、あるいはなんかこう、ファイルとかディレクトリに番号をつけて、その日付であるとか、まあ、そういうものをつけて管理するとか、まあ、そういうものを破綻します。それで、まあ、何らかのツールが必要なわけですね。ですが、それを一から自分で作り上げるのは非現実的だと思います。まあ、そういうのを作ってる人もいますが、まあ、あるものはできるだけ使った方がいいだろうと。特にフリーソフトウェアでいろいろいいものがありますから、それを使いましょうということです。で特にアルプスでは、ビルドシステムとして CMake というのを使っています。それからソースコードの管理でサブバージョン。それからプロジェクトの管理、あるいはバグトラッキングでトラックというシステム。それからドキュメント作成にはメディアウィキというシステム、それからメーリングリストですね。はい。というのを使っています。で、まあ、これ実際、ちょっとオールドファッションのですね、最新のものだと、例えばサブバージョンじゃなくて Git 使ったりするとは思いますけれども、まあ、アルプス、それなりに歴史のあるものなので、まあ、少し古めのこういうものを使ってると。で、まあ、これ全部フリーソフトウェアです。今 Linux のワークステーションが1台あればこういうものを走らせるのは非常に簡単です。あるいはウェブ上の、まあ、ホスティングサービスみたいなのもいろいろありますね。後で GitHub とかっていうのを紹介しますけど、そういうのがあれば、まあ、こういう環境を揃えるのは比較的容易というか非常に簡単です。はい、これいくつか紹介しましょう。まずビルドシステム。ビルドシステムっていうのはですね、要するにコンパイルするためのシステムです。フリーソフトウェアコンパイルする。フリーソフトじゃなくてアルプスとか、まあ、そういうものをコンパイルするためのシステム。よく知られているものにコンフィギュア、オートコンフっていうシステム、GNU のものがありますけれども、まあ、それに対応します。それと同じようなもので、まあ基本的に言うとメイクファイルを生成してくれるためのユーティリティと。はい。それで、まあ、特にですね、何をやってくれるかというと、まあ、いろんなライブラリーに依存してたりするわけですが、そのライブラリーを正しく見つけてきて、リンクをどういうふうにするかとか、あるいはコンパイラーを見つけてきて、コンパイラーのオプションですね、OpenMP のオプションはどうするかとか、MPI のコンパイルするときどうするかとか、あるいは、ファイルの間の依存関係ですね、あるヘッダーファイルを書き換えると、どのc を、コンパイルし直さなきゃいけないかと。まあそういうのを普通メイクファイルに書くわけですけれども、
それを自動的に検出してメイクファイル自身を作ってくれるというのが CMake というシステムです。で具体的には CMakeList.txt というものの中に、まあ、どういうライブラリを使いますかとか、どういうオブジェクトを、何をコンパイルして作りますかというのをまず記述しておきます。それで、まあ、この CMakeList.txt というのはプログラム開発に作成して、まあ、サブバージョンなりそういうバージョン管理システムで管理しておくと。でここまでが開発で、実際その、公開された後にユーザーがビルドしたいときには、まず CMake というコマンドを使うと、まあ、CMake リストを読み込んで、Make ファイルを作ってくれます。で、Make ファイルを作ると、その後に普通の Make っていうのを打つと、まあ、実行ファイルができると。まあ、この CMake、Make っていうのは、それぞれの環境、スパコンであるとか、PC であるとかで行うということになります。コンフィギュアの場合は、ここがこの CMake の代わりに、コンフィギュア、実行して、その後やっぱりメイクというふうに実行すると、まあ、基本的には同じような考え方です。で、まあ、CMake の、まあ、コンフィギュアに対していいところっていうのは何かというと、まずテストですね。テストを実行してくれる機能とか、バイナリ配布の機能、コンパイルしたものをこうひとまとめにして、まあ、アーカイブにして配れるようにしてくれると、まあ、そういう機能もあります。それから、Unix だけじゃなくて、例えば Windows の上でも動いて、先ほど紹介したようなインストーラーを作ってくれると。この CMakeList.txt や、ソースコードは共通で、Windows の上持ってって、バイナリー配布のインストーラー作ることもできますし、Mac のバイナリーインストーラーも作ることができると。まあ、そういう機能があります。それが AutoConf に比べて少し進んでいる部分かなというふうに思います。それからさっき言いましたが、まあ、ファイルの依存かけの自動検出もしてくれると。ということなので、まあ、比較的大きなプログラムを、いろんな形式で配りたいと。比較的大きなプログラムで、出来上がったバイナリーが複数あって、でそれを、いろんな形式で配りたいというときには、この CMake というのを使うのが便利です。で、この CMake 自体は、デフォルトでは Linux とかには入ってる場合もありますし、入ってない場合もあります。まあ、パッケージがあるので入れることもできますし、例えば物性系のスパコンとか、K コンピューターとか、そういうところには、私自身がインストールしたものが、誰からでも使えるような形で、用意されています。これが CMake。それから次が、これは、まあ、皆さん、最近はおなじみかと思いますが、バージョンコントロールシステムを使っています。で、まあ、これどういうものか一応おさらいしておくと、その開発者が複数になってくると、そのディレクトリ名とかログファイルによるバージョン管理というのはすぐに破綻します。それから、まあ、複数でなくても、いろいろな環境で開発するとか、いろんな環境で実行するとか、まあ、そういうふうになると、まあ、ファイル、どれが新しくてどれが古いのか、どれとどれ、どれとどれが最新なのかとかいうのがすぐ分かんなくてなって、破綻します。それから記録が残せないと。バグが入ってしまったんだけど、どの時点で残ったんだ、入ってしまったのかという記録が分かんないと。まあそういう問題が起こるわけですね。で、バージョン管理システムっていうのは、基本的にそのソースコードをサーバー上で、サーバー、あるいは、まあデータベースで一括管理してくれると。で、まあ、少しずつ修正するたびに、チェックイン、チェックアウトというのをやりますが、まあ、サーバーに登録していくわけですね、ソースコード。そうすると、その変更ごとに、まあ、1位なバージョン番号、バージョンの記号みたいなのがつきます。で、そのたびに全ての修正の履歴を取っといてくれる、取っといてくれると。ですね。それから、もう少し重要なのは、複数の人、あるいは複数の場所から、同時に同じ場所を、更新する、同じファイルの同じ場所を更新するとかっていうことがある場合ありますが、まあ、その場合にその同じところを変更しようとしているので、まあ、衝突しますと、衝突するのでそのままではダメですと、うまく回避してください。実際回避するのは人間が回避するしかないんですが、まあ、それを自動的に検知してくれるような仕組みがちゃんとあります。それから、まあ、大きなファイル、しかも、大きなプログラム、あるいは公開ソフトというのを管理するためには、いろんなブランチっていうか、例えば開発のブランチがあったり、リリースブランチ、
リリースキャンディデートがあったり、公開済みのもののそのメンテナンスブランチがあったり、そういうふうにあの複数の、流れの、ソースコードをあの管理することが多いと思いますが、まあそういうのをブランチと言います。それを、ブランチに分けたり、それをマージしたり、そのブランチのあるところにこうタグ付け、名前を付けるとか、まあそういう機能を持っています。で、まあ、あの使い始めるともちろんこれ非常に、非常にあの便利で、まあ開発者が一人あるいは公開の予定がないような場合でも、まあ積極的に使うべきだというふうに私自身考えています。それであの、CMSI でも特にあの Git というバージョン管理システムについて、まあ、あのハンズオンを、まあ、2、3年前から継続的に行っています。それから、まあ、例えば東大の理学部の物理の3年生で計算機実験という講義があるんですけど、これはもちろんプログラ基本的にはプログラミングの、 あの C によるプログラミングの講義なんですけど、バージョン管理使いましょうということを教えていて、例えばレポートの提出とかそういうものは全部バージョン管理経由でやるとかということを、やっています。はい。それからバグトラッキングシステムですね。プロジェクト管理あるいはバグ追跡のためのツールで、まあこれウェブのシステムです。でウェブの上であのチケットっていうのを、例えば何か問題が生じる、あるいは、新しい機能を追加したいとかいう時は、誰かがこうチケットっていう一つページ作るわけですね。それに1位の番号がついて、それに担当者をアサインするとか、それに対して、進行状況をこうどんどん書き込んでいくと、それが終わったら、まあ、あの閉じると、イシューをクローズするというふうに言いますけれども、まあ、そういうあのプロジェクト管理のシステムです。アルプスではトラックというシステムを使っています。これはやはりオープンソースのシステムですね。で、まあ、基本的にウェブブラウザーでやるので、まあ、どこからでも誰でもこう修正できると。それから、まあ、あのサブバージョンとの連携機能とかっていうのもあって、まあ、サブバージョンの、このコミット、このバージョンでこれが修正されたとか、まあ、そういうのを残しておくこともできると。あるいはあのマイルストーンとかっていうのを管理することができて、例えば、バージョン2を出すためには、あとどのイシューを片付けなきゃいけないか、あるいはこのイシューはもっと先でもいいと、まあ、そういうようなマイルストーン2の管理というのもできます。なので、これを使うと、まあ、今の時点で解決しなきゃいけない、あの仕事をしなきゃいけない事項はどれかとかいうのが、まあ、分かって、それが誰がやるべきか、あるいは誰に仕事が集中しているので、こう担当者変えましょうと、まあ、そういうことができるようになります。はい。それがバグトラッキングシステム。それから、まあこの辺はよくご存知かと思いますけれども、アルプスの公開ページっていうのはメディアウィキっていうのを使ってます。はい。メディアウィキっていうのはあのもともとウィキペディアを作るために開発された、あれで、アルプスのホームページっていうのも結構あのウィキペディアに似てますね。まあ一昔前のウィキペディアに似てるというんですか。つながってない、つながって遅いですね。はい。こういう感じのもので、これログインすることによって、あのウェブページの上であのいろいろな編集ができるというような、あれになっています。はい。はい。ウェブページをウェブブラウザを利用してウェブ文章を書き換えるシステムと。なので、まあ、あの比較的気楽にどんどんアップデートできるということですね。で、まあ、共同作業が良いと。まあ、あのマニュアルとか、まあ、そういうものを管理するのにいろんなやり方があると思います。例えばTEFのソースコードをサブバージョンで管理して、まあ、あの最終的に、PDF の形であれするとか、まあ、ウェブ の、 あの HTML 自体をサブバージョンで管理するとか、まあ、いろいろな方法があると思いますが、我々が選んだのはこういう Wiki というシステムですね。はい。で、ALPS の Wiki には実際あの先ほどちらりと見せましたが、ニュースであるとかインストール方法、それから ALPS に関連する、あるいは ALPS を使っている論文、それから発表資料、チュートリアル等の発表資料ですね。それからライブラリリファレンス、チュートリアルなどが、まあ、あの整備されています。で、あの今は最初は英語だけだったんですけど、あの日本語バージョンというのを一応重要なページについては全て
日本語の訳、あるいはまあ少しだけですけども中国語訳とかのもあります。はい、それでまあここまで紹介した、サブバージョンであるとか、バグトラック、サブバージョントラック、それからメディアべきですか、まあいろんな紹介したもの以外にもいろんなフリーソフトウェアがあります。どん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 新しいもの、よりいいものが生まれていると思います。で最近よく使われているのはですね、多分 GitHub っていうやつだと思います。これ Alps ではまだ使ってませんが、 GitHub というのが広く使われているようになってきています。で Git っていうのは何かというと、まあバージョン管理システムです。サブバージョンのまあ後継みたいなものですが、ちょっと考え方が違っていて、分散型のバージョン管理システム、だからデータベースがネットワークのいろんなところに分散してるわけですね。だから基本的な仕事は全部ローカルでもできますし、ネットワーク越しに同期することもできるというふうに、少しこう柔軟にできるようになっています。でこのシステム自体は Linux のカーネルの開発するために、ライナスなんでしたっけ、Linux の開発者が自分で書いたと。だからまあソフトを開発するためにツールを自分で作ったと、というようなものです。で最近では少し前まではサブバージョンが一番使われてましたが、最近では Git の割合がどんどん普及が進んでいると思います。それで GitHub っていうのは Git とはちょっと違っていて、まあメインとして Git 使うんですけれども、その上にそのオープンソースソフトウェアの開発に必要な機能を付け加えた Web のポータルだと思ってください。Git システム、それからその Git の中のソースコードを見るような、ウェブブラウザーから見れるようなブラウザー、それから Wiki のシステム、それからイシュー管理、それから、統計ですね、ソースコードのアップデートの頻度であるとか、まあ、そういう統計、それからまあリリースの際のウェブページみたいなのを作るような機能、まあ、そういうものが一通りあります。例えば、これ後で紹介するマテリアップスライブというものの、これ GitHub のページです。これ行くと、ここにソースコードが見えるわけですね。これソースコードいろんなものが入ってます。それが、ブランチが、いろんなブランチがありますとか、ここ見るとそのコミット変更の履歴みたいなのがこうずっと残ってるわけですね、はい、それプラスですね、Wiki のシステムっていうのもあると、こうユーザー向けの情報であるとか開発者向けの情報というのを、Wiki で管理することができます。それからもう一つはイシューですね、やるべきことリストです。ほとんどこれ自分で自分に割り当ててますが、次のバージョンを出すために、次のバージョン、マイルストーンが、SC15 までにバージョン 2.1 を出すというふうになってますが、多分出ないと思いますけれども、それまでに何をやらなきゃいけないかとか、そういうことがこうずらーっと見えると、たくさんありますね。はい。こういうふうに先ほどから紹介したサブバージョンと、トラックと、メディアウィキですか、そういうものを全部統合したような環境になっているとということですね。それで、あとは何でしょう、実際のリリースページ、もっときれいなページを作ることもできて、 Git の上にこれですね、マテリアップスライブのメインページですね、これは普通に HTML で作ってます。こういうものを置く場所もあると。なので、これがあれば先ほどの一通り全部できるようになるので、かなり便利ではないかなというふうに思います。それで GitHub っていうのは基本的にオープンソースソフトウェアの開発のシステムで、無料で使えます。それで、デフォルトでは全部オープンになってしまうわけですが、例えばその内輪だけで使うようなツールを作りたいとか、まずは外から見えないような形で開発して、後で、公開したいと、そういうような人のために非公開のプライベートなリポジトリというのを作ることができるんですが、普通は、そういう非公開リポジトリを作るためにはお金を払って、ライセンス料を払って、
毎月いくらとかいう形で払う必要があります。でも最近ですね、教育機関の所属者、教員も入りますし、学生も入ります、学生も含みますが、そういう人たちのための GitHub Education というものがあって、そこに申し込むと、私はこの大学に所属していてこういう目的のため使いたいと、一筆書いて、メールを送ると、ある程度の数の非公開リポジトリ作るような、タダで作れるような、試みというか、そういう教育のサポートというのも行われているので、大学に所属しているような方は無料で非公開リポジトリも使えるということがあります。それでこの Git とか GitHub を実際使ってみたい人がいらっしゃいましたら、CMSI で、バージョン管理システムのハンズオンを、3ヶ月とか4ヶ月に1度か2度ぐらいやってますので、ぜひ機会があれば参加してください。ついこの間も9月ですか、9月の7日に神戸で行いました。次回はちょっと未定ですが、要望が多ければそこへ出かけていって出前チュートリアルみたいなのも可能だと思います。それからここで使ってる資料などは全部CMSI のウェブで紹介してます。我々ウェブ講習会という呼び方してますけれども、これ CMSI のウェブページですが、ちょっと遅いですね。スライド自体はスライドシェアというところに上げてあって、そのスライドをここにはめ込んで、見ることができると。ここで実際めくったりすることもできますが、これを見ながら、実習ができると、そういうようなシステムになっています。他にもこれCMSI ウェブではバージョン管理だけではなくて、他のアプリですね、 CMSI で、ハンズオンやってるような他のアプリに関してもウェブ講習会というのをいくつか準備しています。はい。それで、ちょっと順番が前後しているような感じですが、ユーザーのサポートという意味では、先ほどのウェブページ、それからもちろんメーリングリストというのも、準備しています。で、メーリングリストは開発者メーリングリストとユーザーメーリングリストがあって、開発者は閉じたメーリングリストですね。開発方針に関する意見交換とかリリーススケジュールとか、あとさっきのトラックっていうのを使ってるという話したんですが、そこでこう変更コメントつけたり開いたり閉じたりすると、その記録がここへ自動的に流れて、全員がそのトラックでどういうことが起こってるかというのを見ることができると。それで、このメーリングリストはリリースの直前になると、もちろんリリースの直前というかリリースが近づいてくると流量増えますし、平和な時はほとんど何も流れないということで、平均すると過去5年で1日 1.7 通というふうになっています。多い年では1000通とか2000通とかっていう年もありましたけど、平均するとこれぐらいと、1ヶ月に50通ぐらいですかね。で、一方でユーザーメーリングリスト、これはウェブから自動登録して誰でも参加できるような、メーリングリストで、開発者ももちろん入ってますし、ユーザー使ってる人が、自分で登録して、いろんな質問をしたり、あるいは他人の質問に答えたりと、ということができます。で、これはこっちの方は比較的コンスタントに質問や答えが来ていて、やはり5年間の平均で 1.1 通パー日ですね、毎月30通ぐらいのメールが、ほぼコンスタントに流れてると、いろんな質問が流れてるとということです。で、もちろん、ここに投げられる質問っていうのはよく同じ質問が何度も来る場合もありますし、そういう FAQ に関しては、ある程度溜まったら Wiki の方へ上げますし、バグレポートだったり、要望だったりした場合には、トラックのチケットに登録して、開発者の方で対応すると、そういうふうな、ワークフローになっています。それからユーザーサポート、ワークショップあるいは講習会ですね。で、開発者の中での、デベロッパーズワークショップというのも、ポツポツやっています。開発方針どういうものが欲しいかとか、どういうふうにやっていくか、あるいは設計全体の設計どういうふうにするかとか、ブレインストーミングしたりディスカッションしたりというのを、思いついた時にやると。それからユーザーワークショップっていうのは、チュートリアルプラスなんかアルゴリズムに関するレビュートークであったり、
あるいはその使用例ですね、実例の紹介であったりということで、まあ時と場合によってこう長さ結構違いますが、一番長い時は1週間ぐらいかけて、まあ、チュートリアルプラスいろんなそのレビュートークですねということをやったりします。あるいは、CMSI でやってるのはアルプスのハンズオンということで、こちらは半日ぐらいで、とにかく最初にアルプスを動かして先ほどのような図を描いてみるというようなことを目標に、まあ、半年に一度か、まあ、それぐらいのペースで神戸や、柏でやっています、はい、これは今後も継続していきたいというふうに思います。はい、これがアルプスの、まあ、何ですか、開発体制あるいはユーザーサポート体制ということですが、最後にですね、ライセンスに関して、少しお話ししておきます。まあ、オープンソースのソフトウェアだと GPL であったり BSD であったりっていうのが多いと思いますけれども、アルプスはちょっと違ったライセンスになっています。まあ、基本的には GPL のようなライセンスです。変更したものを自由に再配布可能であったり、まあ、ユーザーが変更した場合には同じライセンスで再配布しなさいと、まあ、そういうライセンスになってますが、ちょっと違うのは、まあ、アルプス使って成果を公表、使った研究成果、研究の結果を公表する場合には、まあ、アルプス使いましたっていうのと、アルプスに関する論文の引用をしてくださいと、ということです。まあ、具体的には、この一番下のオレンジで囲んだような、記述があります。サイエンティフィックなパブリケーションの場合には、まあ、サイテーションズドットテキストの中に入っているものを、引用してくださいと。まあ、それ以外の場合には、まあ、基本的に使うだけとか、もうそういうものに関してはほぼ GPL と同じということになっています。はい、で実際、この引用すべき論文っていうのはどういうものかというと、まあ、アルプスライブラリというか、アルプス全体に関する論文を我々定期的にというか、それぞれある適当なタイミングで、これまで何回か出版してまして、最初2005年ですね。これバージョン1に関する、まあ、論文です。それで、バージョン 1.3、ここはかなり大きな変更があったんですが、これが2007年。それからバージョン2が2011年。というふうに、論文を出しています。それで、まあ、最新の、今のアルプス 2.2. ベータいくつですか、とかっていうのを使う場合には、この一番新しい論文、2011年の論文を引いてください、ということです。それから、まあ、アプリケーションは、それぞれ、大きさも違いますし、いろんな、違うアルゴリズムとか使ってますので、まあ、それぞれのアプリケーションごとに、まあ、追加で、1点か2点ぐらいの、論文を引用してください、というふうに、なってます。それで、まあ、この論文なんですけど、最初の論文は実はジャーナルの、日本のジャーナルのサプリメントに載ってます。で、なぜこういう形になっているかというと、そもそもこういうなんかソフトウェアに関する論文っていうのが論文として成り立つかとか、成り立つのかっていうのが、まあ、よくわからなかったと、そもそも。それで、まあ、サプリメント、ちょうどこういう量子格子模型、量子系 の、 まあ、統計物理に関する国際会議を日本でやった時に、まあ、サプリメントプロシーディングス出しましょうということになって、まあ、そういうところだったら、まあ、その主催者というかオーガナイザーと話をして、まあ、こういうものだったら入れてもいいでしょうということで、まずはここに出してみましょうというので、まあ、この論文に出したということになっています。それ以降に関しては、まあ、アルプスも知られてきて、例えば編集者にこういうのを出したいんだけどって言って掛け合ってみたりとかとかっていうことで、まあいろんな雑誌に少しずつ出すようになってきたと。まあ、この例えばジャーナルオブスタティスティカルメカニクスですか、これオープンなジャーナルですね。ウェブだけのこういうジャーナルですね。で、オーサーに関してはここじゃなくて次に行く、こんな感じです。一番新しいやつ、これ2、30人いると思いますが、素粒子実験の論文と一緒で、もう順番つけようがないので、アルファベット順です。A から Z までずらーっと並べて、まあそういうような、多さの順番になっています。で、この論文で実際中身どういうふうになってるかというと、まあこんな感じですね。ちょっと小さくて見えないかもしれませんが、まあ、この講義でお話ししているようなアルプスの概要、
あるいはアルプスのビルドの方法やインストールの方法、それからまあ使っているデータフォーマット、それからライブラリーの構造、それから Python の、ポスト処理ツール、それからどんなアプリケーションが入っているかの一覧、それからさっきの紹介したビストレイルズという履歴管理システムでの結合、それからチュートリアルにどういうものがあるか、それからライセンス、それから今後の、開発についてと。だからまあある意味マニュアルみたいなものですけれども、まあこういうものを、単にあのウェブページで PDF で置いておくんではなくて、まあ論文という形にすることによって、まああのなんていうんですか、記録も残りやすいですし、記録として残しやすいですし、まああの引用してもらうということができるとということですね。はい。だからまあこの論文とか多分300とか400とかサイテーションがあるんだと思いますけど、はい。それでまああのさっき30人と言いましたが、こういうオープンソースのソフトウェアの場合は、その誰をというかどの範囲までアプリの著作者を含めるかと、そもそも、それから論文書くときに、どこまでその王さんを含めるかっていうのは非常に難しい問題があると思います。はい。これに関しては私は何のあのその結論というかあれも持ってなくて、これは永遠の課題かなと。はい。まあ例えばファイル、コード10行だけ修正しましたと。ただしそれは非常に重要ですと。非常に重要な変更でしたと。それはどこにどの、著者に含めるのか、あるいは単なるコントリビューターとしてアクノレジするのかとか、まあそれは難しいですね。はい。まあでもまあコミュニティで作ってるという、アプリであれば、できるだけその広く入れた方がいいのかなとは思います。はい。ここまでが、まあ、ALPS に関する、まあ、開発体制のお話です。はい。ここまでよろしいでしょうか。それではですね、残りの時間、少し ALPS 自体からは離れて、あるいはその、まあ、特定のアプリというよりは、その分野全体、物質計算物質科学全体、あるいは計算科学全体を見渡すような立場から少しお話ししたいと思います。まあ、ここからの話は結構妄言っていうんですかね、言いたいことを言い散らかすみたいな部分もあるかもしれませんが、あの可能であれば、来週以降の講師の方にその上書きというかアップデートというか、最終的にいいものができるといいかなとは思います。はい。それでですね、アプリ普及のための条件には何が必要ですかと。はい。それでまず考えなきゃいけないのは、やっぱりそもそも普及させる必要があるんですかと。ソフトウェア公開しなきゃいけないんですか、普及させたいんですか、普及させる必要があるんですかというのを、やっぱり少し落ち着いて考えてみる必要があると思います。それで、もちろん、公開した後に、状況が変わって、状況が変わるということもよくあると思いますので、まあ、時折、その、立ち止まって、なぜ自分はこんなことをしているのかというのは、まあ、考えてみるのは必要かなと思います。で、いろんな、その、モチベーションというのがあっていいと思います。さっきみたいに、とりあえず論文という形にして、それのサイテーション稼ぎたいとか、あるいは、まあ、普通のオープンソースソフトウェアと一緒で、とにかく自分が作ったものがみんなの目に触れるとか、使われるのが嬉しいとかっていう人もいると思いますけど、あるいは本当にお金儲けしたいとか、まあそういうモチベーションもあってもいいかと思います。それで、まあでもですね、まあ普及させる、公開させる、公開するとか言うと、まあ面倒くさいなとか嫌だなとかって思う人も一方でいるかと思います。それで、まあ普及というか公開のためには、あるいは普及させるためには、結構こまめにいろんなことをやらなきゃいけないとは思うんですけれども、単に面倒だと思ってそれを躊躇してる、立ち止まってるんであれば、まあやってみればいいと思います。どれぐらい面倒かというのもやってみないとわからないので、まあぜひやってみれば、興味があればやってみればいいと思います。一方で、まあそういうことをやるの嫌だ、その自分は給料もらってるからやらされそうなんだけど嫌だっていうんなら、まあやらない方がいいと思います。はい。そういうことをここで言っていいかよくわかりませんけど、はい。まあその辺はきちんと、考えて進めた方がいいと思います。それで、アプリケーション普及
どういうアプリケーションが普及するか、普及させることができるかと。でそもそも良いソフトウェア、ある意味で何らかの意味で良いソフトウェア、誰かの役に立つとか、まあどこにも存在しないとか、良いソフトウェアっていうのを作ってそれを公開するのはもちろん必須です。はい、悪いソフトウェアっていうか使ってもしょうがないソフトウェアっていうのはまあそもそも普及しない。でもそれはもちろん十分条件ではないと。はい、そこは皆さんよくご存知かと思います。で一番大事なのは公開後も、まあ、まず公開したとしてもそのユーザー相手にその開発者が関わり続けることが重要であるというふうに私は思います。で関わり続けるというのはどういうことかというと、まあ、そのソフトがちゃんとメンテされているアクティブである、ソフト自体が生きているということをユーザーが肌で感じると、そういうのが通じる、ユーザーに通じると、そういうような活動を継続する必要があるというふうに思います。それは例えばまめにバグフィックスするであるとか、新しい機能を追加するであるとか、定期的にバージョンアップするであるとか、あるいはユーザーからその質問が来た時にサポート、答えるとか、ちゃんとリアクションをする、それからまあチュートリアルとか事例紹介っていうのをこう少しずつでも増やす、まあ、こういうふうにしてそのソフトがこう死んでないとということを見せ続けるのが、まあこれも必要な条件だと思います。もちろんこれでも十分条件ではなくて、で結局のところ最終的に普及するかどうかはそのソフトウェアの中身とか開発体制だけではなくて、それを公開したタイミングですね、世の中でどういうものが必要とされてたかとか、あるいはその他にどういうものがあったか、まあ、タイミングとか運とかっていうところが大きいので、これをやれば必ずうまくいきますという保証はできません。それはまあ普通の研究とやっぱり一緒ですね。はい、ということはありますが、それでもまあ打率のようなものを上げることは可能でしょうと。だからその一つはこの関わり続けるという姿勢を見せる。そのためにはどういうことをやっていかないか、いかなきゃいけないかということを考えましょうということです。それでこのページに関してはいろいろこう異論はあるかと思いますけれども、実際に公開アプリをのプロジェクト立ち上げて公開アプリ作って公開しましょうと、という時に大事なことは基本的に2つか3つぐらいしかないと思います。まず一番大事なのは最初からその開発者の間で公開を前提に立ち上げましょうと。はい、非公開でずっと作ってたプログラムを後で公開するのはまず無理ですというか非常に労力がかかりますので、まあ、そこにあんまり労力かけるのは生産的ではないと思うので、まあ、公開ソフトを作ろうとというコンセンサスをまず取ってから一気にこう作って公開するというのがいいと思います。それから、もう一つ大事なことはあまりこう完璧なものを作ろうとしすぎない。オープンソースのソフトウェアでは特にそういうのが大事かと思います。最初は小さく素早く簡潔に作ってとにかく公開しましょうとということが大事かと思います。ここに書いたのは、ブライアン・カーニハンってすごく C とかユニックスの世界では有名な方ですね。カーニハン・リッチの教科書 C の教科書があったり、まあユニックスとか C あるいは、その前の B 言語っていうのがありましたが、そういうものを作った人です。それで皆さんご存知のハローワールドっていうプログラムが C 言語だったり、いろんなフォートランだったりでまず最初に書くと思いますが、世界で最初にハローワールドっていうプログラムを書いたのはこの人だそうです。この人の教科書で最初に出てきた、はい、この人が言ってるのはまあこれ皮肉ですよね。皮肉というかまあこういうふうな考え方で臨んだ方がいいと。だからデバッキングっていうのはコードを書くことよりもそもそも2倍難しいと、はい、それは皆さん感じてると思います。なのでコードを書くときに完璧にやるとバイデフィニッションであなたにはそれをデバッグする能力はないと、デバッグできないと。だから必ずデバッグできないバグが残りますと、あまり真面目に書きすぎるとということです。まあこれ私は非常に同意しますので、あまり完璧なものを作って公開するというのではなくて、とにかく、後でどんどんデバッグできるようなものを作りましょうとというのが大事かと思います。それでまあ最初スピードが大事で、多分3ヶ月ぐらい
ポスドクの方でも3ヶ月ぐらいは一つのプロジェクトっていうか、論文書かずにプログラム書いても3ヶ月ぐらいなら許せるかなと。分かりません、それはボスによりますけど、なので、まあ、作ろうって決めたらもう3ヶ月間でわーっと書いてまずは公開してしまうと。そういうスピード感が大事かと思います。でこれ下に書いてあることは大体同じで、まあ、結局そういうスピード感が大事なので、例えば最初にプロジェクト立ち上げるためにお金を取ってきましょうと、人雇ったりとか、なんか計算機買ったりとかっていうのをやってからプロジェクト立ち上げてプログラム書きましょうとかっていうのは、まあやめた方がいいですというか、公開アプリではなかなかこれはうまくいかないかなと思います。で同様の理由でシニアな人もうあえて40歳って線引いちゃいますけど、だから私は線の向こう側にいるんですが、もう、とかお金を持っている人、何ですか、研究代表者ですね、まあ、そういう人たちを、そういう人たちの指導でやってしまうと、なかなかその結局何ですか、アプリケーションっていうのはあれですね、申請書書いたり報告書書いたりとかっていう方がなかなか忙しくて、なかなか公開までいかないということなので、とりあえずはまあそういう人抜きで小さいチームで本当に書きたい人、あるいは実際に書く人だけでチーム組んでやってみるのがいいかなと。まあ、それが良い公開アプリを作るための一番大事なことではないかなと思います。それからまあ、一番下に書いたのはそれなりにアプリの名前とかロゴっていうのは気を使った方がいいかなと。要するに、まあ、アプリに関する例えば愛着であるとか見え方ですよね。そういうの結構大事なので、そういう点についても、意識を払った方がいいかなというふうに思います。それで、まあ、ここまでは私が日々感じていることを、とりあえず述べただけですが、実際さっきの打率を上げるという話ですが、いいプログラムをきちんとしたプログラムを書くというのは大事ですけれども、それ以外に、まあ、いろんなツールが最近ありますので、それを使って、プログラムをより見えるとか、よりデバッグしやすくするとか、あるいはより普及させるということをできると思います。それに関して少し紹介したいと。まずはさっき紹介したのは GitHub とか SourceForge、まあ、最近あまり評判よろしくないようですが SourceForge、 それからスライドシェアとか YouTube とかっていうのはチュートリアルの資料であるとか、そういうものを積極的にスライドシェアに載せておくと人目にもつきますし、こうシェアしやすいですね。リンクとか簡単に貼れます。で、まあ、この講義もそうですけど、講義とか講習会の動画を入れておくっていうのも、まあ、こう人の目に触れるという意味では非常にいいことかと思います。で比較的最近はそういうの簡単にできるそのウェブのシステムがあるので、それをどんどん使うっていうのは、まあ、いいかなというふうに思います。それから、もう一つはCMSI で分野アプリの進行、あるいは、分野自体の進行ですかね、計算科学自体の進行を目指してマテリアップスというプロジェクトをもうこの3年近くやってますけれども、まあ、それについてはこの後で紹介します。それからコミュニティによる、サポートっていうのもいろいろあります、はい、他にもいろいろあります。例えば CMSI だと、まあ、マテリアップスもありますが、例えばハンズオンをやりたいという時に、場所を用意してくれたり、あるいはですね、実習環境を準備してくれたり、あとウェブでのアナウンスとか、まあ、そういうものをやってくれたり、まあ、場合によってはその講習会の資料を作るとか、そういうところにも、まあ、お手伝いができるかもしれませんということなので、まあ、そういうものを使うとっていうのも一つ。それから最近ですね、物性研の方で、まあ、ソフトウェアコード化プロジェクトというのがあります。これは今年度から始まった試みだと思いますが、まあ、今まで物性研ずっとスパコンを共同利用やってきたわけですが、まあ、物質科学のソフトウェア自体に関してほとんど何もサポートっていうのはなかったと。まあ、個々の事例に関するプログラム相談みたいなのがあったと思いますけれども、なんだ、分野共通ソフトウェアみたいなのを整備して育てていきましょうというのは今までなかったんですが、まあ、そういうのが今年度から動き始めたと。
ということで、これは非常にいいことだと思います。それでその第一の事例として、今年度あの2つ多分走ってると思います。1つはあの尾崎先生の OpenMX のコード化というもので、それからもう1つがあの H5 というプログラムの開発公開ですね。これはあの概要だけ簡単に紹介すると、まあ、数値厳密対角化ですね、スピン量スピン模型とかハバード模型とか、まあ、近藤公子模型とかいろいろありますけれど、それの対角化で規定状態を求めたり、あるいは定霊気状態を求めたり、あるいは最近あの熱的純粋量子状態ですか、はい、サーマルピュアステート、サーマルピュアステートとかいうのを使って、まあ、有限温度の物理量、比熱であるとか対比率も、効率的に計算しましょうとか、いろんな手法が出てきてますが、まあ、それを、行うパッケージです。で、厳密対角化に関しては今まであのよく知られているソフトウェアとして、東工大の西森先生による TIT パックっていうのが非常にあの使われてきたんですが、まあ、あの少し古いソフトウェアということもあって、あの新しいアルゴリズム、この TPP みたいな話であるとか、あるいは並列化ですね、それから、キャッシュの利用であるとか、キャッシュの効率的な利用とか、まあ、そういう面でかなり弱いソフトウェアな、残念ながらそういう状況になっていて、まあ、あのそういうところを改善しながら、まあ、あのみんなで使えるようなソフトウェアを作っていきましょうということで、代表者、プロジェクトの代表者としては、東大の工学部の、山地先生が、代表となって、まあ、私も少し手伝わせていただいて、あと三沢さんですか、あるいは、物政権の方々と一緒にやってます。それで本来10月1日で公開する予定だったんですが、あの下にあるホフスタッターの法則のごとやはりその通りずるずるとちょっとずつ後ろ伸びてまして、3日ぐらい前の予定ではこの講義までに公開しますっていうはずだったんですが、やっぱりそれも伸びて、明日の夕方5時に公開予定です。で、すでにあのマテリアップスのウェブページ、これはまだ見えないですね。そうですね、公開してないから見えないですね。はい、まあ、ここに公開される予定です。明日の5時以降これをクリックしていただくと、まあ、こういうページが出ると思います。まあ、あの今述べたような、概略であるとか、まあ、開発者とかどういうものができるかと、それから、まあ、ダウンロード先の GitHub であの公開しますが、そのリンクであるとか、まあ、そういうものがありますので、GitHub を使った、開発であるとか、あとはマテリアップスを使った、まあ、公開普及であるとか、あるいは、まあ、物性圏のアプリ、物性圏の、なんていうんでしたっけ、ソフトウェアコードかですか、まあ、そういうサポートの仕組みを使った例として、まあ、一つ紹介させていただきたいと思います。はい。これが H5 と呼ばれる、プログラムで、それから最後にあのマテリアップスの紹介を簡単にしたいと思います。これマテリアップスの全体像を示したようなポスターですが、ちょっと中身小さくて見れないと思いますが、基本的にやりたいことはですね、モチベーションとしては、まあ、次のスライドがいいですかね、はい、あの公開ソフトとかアプリケーションとかいろいろありますが、まあ、それを核として、まあ、物質科学のコミュニティを育てていきたいと、それのお手伝いをしたいとというのがマテリアップスの最初の趣旨です。はい、それで、あのまずは、物質科学のアプリケーションというのを、集めて、カタログを作りましょうというのがマテリアップスウェブですね。現在155の、物質科学アプリケーションやツールが、載ってます。で、それはあの例えば特徴であるとか、そのシミュレーションの対象、あるいはシミュレーション手法とかアルゴリズムによってこう分類されていて、まあ、やりたいこととか、扱いたい物質などからそのあるいは調べた現象ですねからアプリケーションを検索することができます。それから、まあ、あのいくつかのアプリについては先ほどお見せしたような詳細ページというのがありまして、開発者の声ですね、開発者自体がそのアプリどういうモチベーションでどういう意図でアプリを作ったかとか、まあ、どこが売りかとか、将来的にどういうふうにしたいかとか、まあ、そういう情報であるとか、あるいはフォーラムを使って意見交換ができたり、講習会の情報であるとか、先ほどのウェブ講習会であるとか、まあ、アプリの更新情報のようなものが載っているようなページになっています。で、まあ、あの
今、月間8000ページビューぐらいですかね、公開して、2年半ぐらいですか。で、まあ、少しずつはページビューが伸びてるということになってます。で、実際載ってるアプリっていうのはこんな感じで、まあ、物質化学で重要なカテゴリーとして、まあ、密度観測、反観測、第一原理計算、それから量子化学、量子化学計算、それから分子動力や古典の MD ですね、それから、まあ、アルプスのような高子模型の計算、あるいはもう少し組織化した連続体のシミュレーションの話であるとか、あるいはデータのポスト処理、可視化のツール、まあ、こういうものに関してそれぞれこの括弧の中に入っているのが、アプリ数ですね、アプリとかツールの数です。はい。それで、まあ、特徴としては、売り物のアプリも紹介しています。例えば、ガウシアンとかですね、バスプとかっていうのももちろん紹介してますが、まあ、それに加えて、我々が作っているようなオープンソースのソフトウェアに関しても紹介していると。だから、まあ、基本的にはフラットにとりあえずまず全部集めて、それでその中で改めて、それぞれの利点であるとか欠点であるとか、まあ、そういう比較を今後行っていきたいということです。それで、まあ、そもそもなんでこういうことをやってるかというと、まあ、開発者から見ると、まあ、プログラム作ってほしいわけですけれども、なかなかそうはいかないと。でなぜかというと、まあ、手間がかかるし、まあ、そればっかりやっておくと、そればっかりやってるとやっぱりその成果になりにくいというのがあります。で一方で利用者、ここで想定している利用者というのは実験とかそういう方も含みますが、そちらから見ると、まあ、どんなプログラムがあるのかよくわからない。なのでお金出してバスプ使いましょうっていう話になっちゃうわけですね。ガウシアン使いましょうっていう話になるんですが、例えば並列化であるとか、あるいはある物理量を計算する機能に関しては、まあ、日本で作ってるオープンのソースのアプリで、優れたものがあるわけなんですが、そもそも どんなプログラムがあるか知られていないと、見えてない。それから、まあ、ウェブページで引っかかったとしてもインストールでつまずくとか、使い方でつまずくとか、で特にそのもう少しこう開発者と直接やり取りができるようなこと、あるいは直接学ぶようなことができるような、その情報が知りたいというような要求があります。はい。それでそれを両者をつなぐ役割を果たしたいということで、まあ、アプリ、マテリアアップスというのを始めたということになります。それで、まあ、考えていることは基本的には、まあ、いくつかの活動をしていて、で大事だと思っているのはそもそものマテリアアップスウェブを通じた情報収集発信ですね、をまずきちんとやることと、でその後で実際にユーザーがそのアプリを見つけて試したいと、あるいは大きな環境で使いたいと言った時に、それを支援する環境っていうのが非常に大事だと思っていて、その一つがここに書いてあるマテリアアップスライブってやつですね。これはすぐ後で紹介します。個人や研究室レベルでアプリをまず使い始める、簡単に使い始める、できるだけ簡単に使えるような環境ということでライブ。それからその後、例えば軽コンピューターまで行くことはなかなか難しいかもしれませんが、例えば情報基盤センター、あるいは物性圏分子圏、金圏のスパコンで使い始めたいという人のため そのプレインストールのための仕組み作りですね。マテリアアップスインストーラー。まあ、これは、スパコンだけじゃなくて、クラスターワークステーションとか、Mac OS も含むような、まあ、インストールスクリプト集みたいなものですね。それでそれ実際にそれを使って、国内スパコンにも実際にプレインストールするような普及活動ということをやっています。で、まあ、この下の2つは、とにかくインストールや入力出力のファイルの準備、そこに非常に大きな壁があるわけです。それをとにかく解消しようと、最初の結果が出るまでのそのタイムスパンっていうんですかね、まあ、バリアをとにかくできるだけ取り除きましょうと。それでそれを通じて、まあ、実験の人、あるいは企業の中の人、あるいは学部学生とか大学院生の人が、まあ、アプリを使い始めるようなことを、進めていきたいというふうに考えて、この活動をしています。それから、最後にマテリアアップスライブですね、紹介します。マテリアアップスライブっていうのはUSB に、全て Linux の OS、 それから
もちろん必要なツール、エディターであるとかコンパイラーであるとか、まあ、あのお絵描きツールであるとか、まあ、そういうもの、それプラス、公開アプリがいくつかもうすでに入ってるようなシステムです。それで、まあ、あのブートの仕方は2種類あって、あのブートの仕方というか立ち上げ方は2種類あって、まあ、この USB を差し込んで USB からブートすると、そうすると Linux が立ち上がって、その中にはもう全て入ってる。それからもう一つはあの仮想環境の中で使うというようなことが考えられます。それで今現在、まあ、これらの第一原理であったり光子模型であったり、MD であったり量子化学計算ですかのようなツールが、それから可視化ツールですね、ベスタとか可視化ツール、X クリステとか入ってます。それからちょっとライセンスの関係で入れて配ることができないようなゲームスであるとか VMD とかっていうツールには、自動インストーラーが準備されていて、まあ、あのそれに必要な情報、あの登録情報ですね、メールアドレスとかパスワードとかだけ入れれば勝手にインストールしてくれるというような環境です。でこれ右で、あのさっきからずっと進んでますけど、これは、マテリアプスライブを使って、銅ですか、銅のフェルミ面の計算ですね、はい、あの私のような素人でも、まあ、頑張って銅のフェルミ面が描けますという動画です。でこれあのマテリアプスライブ自体は公開されていてダウンロード可能なんですが、まあ、あの何分 OS 含んでいるのでサイズが大きいです。 2GB ぐらいありますので大変なので、あの機会があればあの講習会とかあるいは展示会等ではこの USB に実際もう入れたものを配布していると、はい、それからあの学部講義でも使ってます。実際に第一原理計算とかするわけじゃないんですけれども、まずは Linux の環境、それから例えば LaTeX を使う環境であるとかコンパイラー使う環境っていうのを、まあ、統一的に例えば自分の家でもできるような環境ということで、まあ、あのこういうの便利ですので配ってます。それで、実際、なんだこの環境でも例えばバーチャルボックス、そうですね、どうしましょう、一回終わらせた方がいいかな、これあのバーチャルボックスというあの仮想フリーの仮想ソフトウェアがありますけれども、そこの上で動かしている様子です。バーチャルボックス、はい、この中マテリアプスライブというのをインポートすると、それで立ち上げるとすぐ動きます。はい、なんかこんな感じで、仮想マシンの中で Linux がブートします。でログインするとですね、あの例えばメニューの中に、これは吉澤さんが開発しているタピオカとかシートゥールズとか、この講義の後の方でもまた紹介があると思いますが、モデリングツールだったり可視化ツールだったりそういうものも入ってますし、先ほど紹介した、ゲームスのインストーラーですね、ここにパスワード、あの毎週パスワードが変わりますが、それをあの入れると、勝手にダウンロードしてきてインストールされるとか、もちろん ALPS も全部入っています。ターミナルで ALPS 実行して実行した結果ですが、例えば可視化ツールパラビューとかっていうのが入ってまして、これもすでに計算結果ですね、これは ALPS で、XY 模型と呼ばれるスピン模型ですね、の計算結果です。低温でやると、まあ、こういう渦構造ができると。ですね、この渦が、くっついたり離れたりするような装填が起きると、まあ、そういう可視化も行うことができます。はい、だからこういう計算が、まあ、基本的に30分以内で全部できちゃうわけですね。というのが、マテリアプスライブの非常にこう強い点かなと思います。それで現在これを、使ったもうマテリアプスライブを使った、一通りチュートリアル、第一原理計算、分子動力学、モンテカルロ、量子化学計算に関して一番簡単なチュートリアル、それぞれ30分から1時間程度でできるようなものっていうのを今整備しています。でこれ実際スライドシェアである部分、量子化学計算以外についてはもうすでに公開中ですので、ぜひあの試してみてください。それから、ぜひあの皆さん自分で作ってる公開ソフトっていうのを
マテリアプス、マテリアプスにまず情報を載せて、それからぜひマテリアプスライブであるとか、マテリアプスインストーラーに、組み込んでください。そうすることによって、まず使ってもらえる、人に進めやすくなるという利点が非常に大きな利点があると思いますので、こういうものをぜひうまく使って、普及に、つなげていっていただければと思います。ということで、今日は、先週今週の2回でアルプスの、開発公開に関する話題、それから、アルプスを離れてちょっともっと一般的なアプリ普及のためにどういうことが必要か、あるいは、CMSI とかマテリアップスとかっていう立場から、どういうことに取り組んでるかということについてお話ししました。私の講義はこれで終わりですけれども、来週以降いろんな OpenMX であるとか XTAP であるとか、非常に有名な公開ソフトの、開発者の方々から、また違ったご意見がいろいろ聞かれるんではないかと思います。私自身も楽しみにしています。はい、それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。